皆さんこんにちは、ビーレジェンドスベラです。本日はこちら、ちょっといつものビーレジェンドとは違う少しおしゃれなパッケージ、ビーレジェンド酵母プロテイン、ほんのり甘いコンポタ風味となっております。どんな商品になっているのか早速ねレビューしていきたいと思います。そもそも酵母プロテインと何って思った方が多いのかと思います。酵母プロテインと言いますのは、新しいバイオテクノロジーで作られる次世代プロテイン、パン酵母からね抽出された地球に優しい原料のね高タンパク資源になります。パン酵母っていうのは結構パンとかを膨らませるのに使われる酵母なんですかね、それをね加工して高タンパクの新しい資源としてこう開発されたのがね、こちらのね酵母プロテインとなります。ですんでホエイプロテインではなく、大豆プロテインではなく、またね新しいプロテイン、それがこちらのね酵母プロテインとなります。通常のねホエイプロテインと比べていい部分があります。ホエイプロテインとかであれば、だいたいね70度超えてきたあたりぐらいから熱変性を起こしてこう固まってしまうっていう起こるんですけれども、こちらのね酵母プロテインはお湯を注いでもスプーンでかき混ぜたら熱変性せずにしっかり溶けるっていう部分があります。もちろんね冷たい水で飲んでいただくこともできますんで、そういった部分がねホエイプロテインとは違う部分で一ついいところがあります。今回ねこちらの酵母プロテインはコンポタ風味っていう形なんで、もちろんね水で飲んでいただいても大丈夫なんですけれども、本日は熱いお湯でスプーンを使ってかき混ぜて飲んでいきたいと思います。もうちょうどね季節的にもね寒くなってきたんで、こういった温かいものが飲みたい時期になっているかと思います。お水でね飲まれる際はもちろんねこういったスプーンでかき混ぜていただければ溶けるんですけど、お水で飲む場合はシェーカーにね水を入れて酵母プロテインを入れてシェーカー使ってガーってやってもらったら本当簡単に溶けるんで、そういったね飲み方もできます。ただお湯でやる場合はお湯を入れてパウダー入れてシェイクしちゃうと爆発してしまう恐れがありますんで、お湯を使う場合はこういったコップに入れてスプーンでねかき混ぜればしっかり溶けますんで、そちらだけね気をつけてねお飲みください。早速お湯入れて飲んでいきたいと思います。酵母プロテインなんですけれども、1食につき付属のスプーンですね、こちらのスプーンがついてきます。こちらをねスプーン 2.5 杯分ですね入れて、だいたい 200ml のお湯を目安にって書いてるんで、200ml を入れてパウダー注いでねかき混ぜていきたいと思います。あ、紙ですね。手で切れちゃいますね。あ、すごい今までにないパッケージです。こちらのね付属してくるスプーンを入れていきます。こちらのねマグカップにお湯 200ml をね注いでいきます。熱々のお湯が入りましたね。はい、こちらの方にじゃあパウダーをね 2.5 杯分入れていきます。パウダーはねこんな感じですね。本当にコンポタのスープみたいな感じですね。あ、匂いはでもまだねコンポタの感じないですね。じゃあちょっとスプーン 2.5 杯分入れていきますでしょ。じゃあこちらのスプーンでねかき混ぜていきますでしょ。あ、匂いがめっちゃコンポタージュになってきましたね。パウダーの状態の時はね、あまりコンポタージュ感を感じなかったんですけど、お湯に入れてかき混ぜたらすごく、あ、めっちゃコンポタージュ。はい、どうですか、見えますかね。本当にパウダーを注いでスプーンでぐるぐるしただけで綺麗に溶けちゃいましたね。この部屋中コーンポタージュのめちゃくちゃいい匂いがしてます。じゃあちょっと早速飲んでいきたいと思います。いただきます。熱っ。あ、うまっ。あ、めっちゃコーンポタージュですわ。最後にほんのり甘くなるタイプのねコンポタージュですね。
ただ酵母プロテインって言われてどんな味なのかって思ったんですけど、全然わかんないですね。普通にコンポタージュですね。いやもうまんまコンポタージュですね。何かこう酵母って言われるからこう独特なね風味とかあるのかなって思ったんですけど、今実際飲んでみて本当にまんまコンポタージュ、めっちゃ普通のスープですね。美味しいですね。飲み比べて出されてもマジでわからないレベルかと思います。本当にまんまコンポタージュですね。めちゃくちゃ美味しい。パンにつけて食べたいですね。朝とかってねやっぱり時間なくてトースト1枚とかで朝食ね済ましちゃう方おられるかと思うんですけど、やっぱりそれじゃあね必要なね栄養素全然足りてない部分があるんですよね。トースト1枚だけだったらほとんどやっぱり糖質とタンパク質少なくて若干脂質があるみたいな栄養バランスになるんですけど、そこにねこの酵母プロテインを添えてあげるだけで、本当栄養バランスがバランスよく取れるんで、そういったね使い方は本当にねおすすめですよね。時間がない時とかに本当ちょっとお湯入れてガッとかき混ぜてパンと一緒に食べる、これつけて食べて本当に美味しいと思いますね。それだけじゃなくてね夜とかパスタとかだけの方もおられるかと思うんですけど、そういったパスタの横にね添えてあげるだけで栄養バランスもねこう良くなる、こういう使い方はねすごくいいかと思いますんでね、時間がない方とかにもタンパク質補給できるんで、そういう使い方ぜひ使ってみていただければと思います。でこのね酵母プロテインっていうのはねホエイプロテイン、ソイプロテインに比べてよりね吸収がね穏やかになってるっていう特性があるんですね。朝とかにねパンと一緒に食べることで吸収が穏やかなんで満足感がね持続するんですよね。ですんで朝食べてお昼までのねこうお腹がねこう満足感で満たされるんで、余計なものとかで食べなくなるんで、非常にねそういった使い方もいいかと思います。このね酵母プロテインの BCAA の成分どうなんだって思った方おられるんじゃないかと思います。 BCAA 筋肉に有効なねアミノ酸の成分なんですけど、これホエイプロテイン、ソイプロテインと本当遜色ないレベルのね BCAA のね含有量になっておりますので、ぜひねこちらのね酵母プロテインご活用ください。こちらのね酵母プロテインの原材料もね国内製造になっておりますし、もちろんこのプロテインもね日本でね製造しておりますんでね、その辺のね品質も詳しいいただければと思います。でこちらのね酵母プロテインの気になる栄養成分表示ですね、一食 30g あたりエネルギー 120.6kcal、 タンパク質 17.1g、 脂質が 3g、 炭水化物 6.8g、 食塩相当量が 1.5g となります。商品のね詳細につきましてはこちら動画のね概要欄に貼っておきますのでね、そちらからチェックして飛んでみてください。数量限定のね販売になります。ぜひお早めにお試しください。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。